テーブルに並べられたザクウスキザクウスキを囲むザクウスキはロシア料理やウクライナ料理で提供されるビュッフェ形式の前菜である。フルコースのロシア料理では多くのザクウスカが食卓に並べられる。ザクウスカの特徴としては種類が豊富であることとそれぞれの皿に盛り付けられる料理が多量であることが挙げられる。ザクウスカと共にテーブルに置かれたウォッカを飲むのが通例となっている。 料理の種類は肉類、魚、野菜、乳製品に大別されるが、燻製の肉とサラダが特に多い。ザクウスカの種類の多くを占めるのは冷菜であるが、ザクウスカにはピーロシキやブリヌイなどの温菜も含まれる。名称はロシア語で軽くつまむという意味のザクシーチに由来する。18世紀初頭のロシアでは、ザクウスカは朝食の同義語として使用されることが多く、 当時の朝食は前日の焼き物などの残り物を温めずにそのまま出していた。そのため18世紀半ばにザクウスカノコはレーサインの総称として使われるようになったと考えられている。ロシア帝国の時代にザクウスキは地方の地主もしくは家庭の食卓から生まれたと考えられている。寒さと悪路の中をやってくる到着時間がわからない来客のため 招待者はディナーが準備できるまでの間に、作り置きの料理で来客をもてなした。初期のザクウスキは、来客に提供される、食事が供される、ダイニングルームとは別の部屋に置かれており、食事のメニューには含まれていなかった。他のヨーロッパの国からロシアを訪れた旅行者は、食事の前に料理が出される習慣に驚き、中には、ザクウスキを、食事と間違い食べすぎる者も,もいた。 時代が経つにつれてザクースカの品目が増え豪華な食材が使用されるようになった。18世紀末から19世紀に入るとロシアで雇われた外国人の料理人の影響を受けてドイツ料理やフランス料理で出されるオードブルの冷菜がザクースカに加わりドイツ風のオープンサンドやフランスとオランダのチーズがテーブルに並ぶようになる。フランス料理から輸入された料理の一つに パテがあり、当時のロシア人たちは、それぞれの家や店で出すパテの味を自慢しあった。1890年代になると、料理の盛り付けに趣向が凝らされるようになり、ひなぎくの花をかたどった人参やゆりの花を模した、無塩バターなどが料理の飾り付けに使用された。また、個々のザクウスカが盛り付けられた皿の配置も、料理の味と色彩を考慮しての工夫が凝らされた。 1900年代初頭には、ザクウスキを食べた後に一度外出し、帰宅した後に食事を再開するスタイルが流行した。同時期、冷裁で占められていたザクウスキに、ミートボール、ホルシマワクなどの温菜が出るようになる。ザクウスカが発達した19世紀末から20世紀初頭に、ザクウスキはコース料理の最初に出される、食事の一部に位置づけられた。ロシア革命後、 かつて富裕層が用意した豪奢なザクウス機は過去のものとなった。現在の少人数の集まりでは、零細四品、温菜一品が普通である。ミスノエアサルチサール牛肉と豚肉、チョウザメなどの魚類は、ストゥージェニアホロジェーツにされて出されることもある。キャビアイクラのオープンサンド多くのザクウス科の中でも、特にロシア人が珍重するのは、キャビア、チョウザメの肉、イクラ、 す漬けにされた大西洋にしんである。かつてのロシアでは、招待客に振る舞われる、キャビアの種類と量が、主催者と招待客のステータスを表していた。オリビエサラダビネグレットサラダトマトとキュウリの、サラダミモザサラダロシア以外の国で、ロシアサラダの名前で呼ばれることが多い料理は、ポテトサラダとビネグレットサラダの二品である。ロシア料理では、ポテトサラダは、メインディッシュの添え物ではなく、 独立したザクウスカとして扱われる。茹でて潰したジャガイモと刻んだ人参、玉ねぎなどの野菜や茹で卵をマヨネーズで和え、酢漬けのニッシンやカニが加えられる。ロシア風のポテトサラダとして有名なものに鶏の胸肉を使用したオリビエサラダが揚げられる。冷たなとイクラを乗せた、ブリン冷やしたウォッカを数種類用意するほか、シャンパン、リキュール、シェリー、カクテルなどを供しても良い。 ありがとうございます。